パーキングゼロがもうすぐ発売するということで、まあ過去作である俺様のおすすめの PS2 のオープニングを見ていこうかなと思っている。で、このオープニングっていうのはドラゴンボールリアルタイム世代からすると、ドラゴンボールが終わってからドラゴンボールのキャラクターたちが動いているという部分の栄養素を得れるのは主にゲームのオープニングだったんだ。俺様にとってドラゴンボールのゲームのオープニングっていうのはすっごい重要で、すっこういう思い出があるわけよ。そこら辺の思い出を取り戻しに見ていこうかなと思う。いやー、ほんと楽しみなんだよな。ドラゴンボールのゲームをやるときのオープニング。どんな主題歌かな、どんなキャラが来るかって。来た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 。バカ懐かしいな、マジで。さあ、まずは Z2 からといったところだな。いやー、このスーパーサイヤ人3になるとか、もうここら辺とかでもう 100から始まってるからな、テンションは。さあ、ここでドラゴンボール探してんだなっていう風で、かのクリリンでしたっていう、まあドラゴンボールらしくのギャグを入れてくるのかな。いやー、もうね、そうそう、こういうちょっとしたキャラクター入れるところとかな、今のもうギニュー いるのかよっていうところを出してくれるんで、やっぱり今日ちゃんとさ、なんつーの、ドラゴンボール好きをターゲットに作ってくれてんなと思うんだよな。あ、ここでな、殴るためだけ、ガッとベジット、マジでかっこいい。どこ行ったんだよベジットっていう。しかも見て、俺月破壊しますからね。とで、やっぱりドラゴンボールって元気玉ですと。で、相手は純粋ブルト。いやー、もうこういうオープニングを見て、こうどんどんゲームの機能を余していくんだよな。しかも作画も神ってるよな。いやー、嬉しい。いやー、嬉しかったなー、これ。マジでワクワクするんだよな、これな。さあ、ってことは次は、Z3でございます。俺ちょっと一番好きかもしれないな、Z3。曲とこう、相まってる感じだな。くっそワクワクしたの覚えてるわ。いやー、最高だな。うわー、この感じ。もうワクワクしてるよ。もうテンションがもう振り切れてるわけ。でも絶対飛ばさないんだよな。一回を必ず全部見る。これ最初から飛ばせるやつすごいと思うわ。なんだろ、10回ぐらい。たまーに見ちゃうんだよな、全部な。そういう中毒性がある。見てくれよ、この臨場感あふれる絵。あちゃ、俺様だ。で、こういう、なんか、まあ、これはそうだけど、なんかあんまり戦わない、こういう、戦わない相手、戦ってるシーンを見れるのがいいよな。動いてるアニメで。ここ重要だ。ゴジータだ。相手はブロリーですと。で、ま、思いっきり吹っ飛ぶゴジータという。最初えっと思ったんだわ。注目。カカロットのカメハメは全然聞いてなかったな。ゴジータだったらもう吹っ飛ぶと。いやー、最高。で、4になりますと。あ、といったところでキングでございますと。こっからスパーキングに入っていくんだ。な、しかもスパーキング、いや、ほんとマジでやばいからな。刮目して注目してくれ。日本がマッチョすぎたの、フルパーフェクトフリーだって。うわー、くそ。もう破れまくってるわけ、俺とか。で、ちょっとピッコロどこ見てんのみたいなとこもあって。で、ご飯道着もすごい赤い。なんか赤かった印象多いんだよな、この時。で、この時にはもうコンビネーションがうまくできていますと。で、この演出とか何っていうとこで。見てくれよ、これ、おい。この戦い。もう、カカロット髪の毛上がりすぎて、ご飯通かと思うぐらい。で、こんな邪魔せずはこいつですと。で、ドッカンバトルの最初のガシャ演出みたいなとこに来るんだが、これで終わりじゃないんだよ。しかもこの時の衣装がさ、相手純粋ブーなのに、
フリーダーテン時のかかったんだよな。俺がもう分かってるよな。俺たちのハートでくすぐってくるんだよ。さあ、こっからですよと。まだあるんですと。しかも曲も神がかってるよな。まさかウィー、しかも、これやばいから。誰もが見たいやつが、このオープニングで表現されてるわけじゃねえか。このリズムと、カカロットだな。もうこの時点でもうやりたくて仕方がなくなってるわけだ。完璧。で、次が、スパーキングネオでございますと。まあ、スパーキングネオからやり始めた人も多いんじゃないかなと。俺はスパーキングめちゃくちゃやったからな。まあ、特に注目してるトランクスかな。ここで言えば。で、謎にフリーダーが筆頭になっているという。この3対3、勝てるのかって不安になるぐらいな、ちょっと感じではあるな。トランクスに関して言えばな、未来トランクスだからな。ここ。ちょっと怒ってるみたいな。今日ここトランクス主役みたいな。で、恐竜でベイビーが出てきます。で、この後のベイビーも見てほしいんで、そっちまた言う。さあ、ここで、このシーンも大事。俺様とセルが戦ったと、タラス、なんと、避けません避けるもう一発機嫌トランクスが来ます。で、ここでもちろん相手はカカロットと。ここも完全スパーキングのとこ、おお、こことか。パーキングだよ、してるよな。で、ここで戦いが終わりかと思いきや、こっち。何のシーンなんこれっていう。ベビーとかちょっとエモい感じだし、こいつはもうこれだけだしっていう。タルス無駄にこう、岩盤にこう、ズブキしてっただけっていう。いやー、パーキングネオのオープニングはもう最高なんで。一人だけでかいし。まあでもやっぱり GT 来たってでかいよな、ここな。来ました！ネテオでございますと。いや、もう一番みんながパーキングゼロ見て、ちょっとやりたくなったゲームである、パーキングネテオでございます。もう言わずもがな、最強の、最強のオープニングですと。で、この二人、アルファン回ってもんね、かかるとスーパーサイジン3にならない。いやー、最高だな。お前は寝てんのかいっていうゴテンクスな。で、俺様と、絶対部が悪い。絶対これじゃやれないっていうな。助けに来てくれて、探求と。で、ここで、これ、ドッカンバトルだった、この演出な。で、コンフィこれよ、これメテオはこれなんだよ。ポッポッ、ダダダダダダダ。この顔、顔。懸念すぎるだ。いやーもう、メテオは確か5回ぐらい、オープニング見てから、やっと、吐き詰めたような気がする。もうやばいメンツなんで戦っていくと。まさにメテオって感じだよね。うわー、これ、めちゃくちゃワクワクしたんだよな。いやー、パーキングゼロのオープニングも楽しみにしてるで。